やはり金星にはホスフィンが存在する。40年以上前の観測データを分析した研究成果。カリフォルニア州立工科大学ポモナ校のレアシ・モグルシラの研究グループは、1978年に取得されたアメリカ航空宇宙局、NASA、の金星探査機による観測データを再評価したところ、金星の大気中にホスフィンをはじめとした生命活動にも関連した化学物質の存在を示す兆候が見つかったとする研究成果を発表しました。2020年に発表されたホスフィンの検出を支持する成果。地球の自然界におけるホスフィンは嫌気性の微生物によって生成される生命活動に由来する物質です。木星や土星では高温、高圧な内部で非生物的な過程で生成されたとみられるホスフィンが検出されていますが、地球や金星のような岩石惑星において生物が関与せずにホスフィンが生成される過程は知られていません。2020年9月、カーディフ大学のジェーン・グリーブス氏らの研究グループは金星の大気からホスフィンが検出されたとする研究成果を発表しました。グリーブス氏らによると、ハワイのジェームズ、クラーク、マクスウェル望遠鏡やチリのアルマ望遠鏡といった電波望遠鏡で金星を観測したところ、大気中に10億分の20の割合でホスフィンが存在することが判明したといいます。金星は地表の温度が摂氏約480度、気圧が約90気圧と過酷な環境ですが、高度50から60キロメートル付近の大気中は気温などの条件から生命が存続できるのではないかと考えられています。検出されたホスフィンは未知の非生物的な反応で生成された可能性もあるものの、生命の存在を示しているかもしれないとして注目されています。今回モグル氏らは1978年8月に打ち上げられた NASA の金星探査機パイオニア、ヴィーナス2号による観測データを分析しました。パイオニア、ヴィーナス2号では金星の大気圏に突入した合計4機、大型1機、小型3機、のプローブと探査機本体による大気の観測が行われており、小型プローブの1機は落下時の衝撃にも耐えて約67分にわたり地表からデータを送信することにも成功しています。研究グループによると、パイオニア、ヴィーナス2号の大型プローブに搭載されていた中性ガス質量分析機、ニュートラルマススペクトロメーターの観測データを分析した結果、金星大気の中層においてホスフィン、硫化水素、亜硝酸、硝酸、シアン化水素、一酸化炭素、エタンといった化学物質の存在を示唆する兆候が見つかったといいます。2020年9月のグリーブス氏らによるホスフィン検出の発表には反証も出されていて、ワシントン大学のアンドリュー・リンカウスカ氏らはアルマ望遠鏡などによる観測結果がホスフィンではなく二酸化硫黄でも説明できると指摘しています。一方、モグル氏らによる今回の研究成果は、金星の大気にホスフィンが存在する可能性を支持するものとなっています。モグル氏らは現在 NASA で検討されている金星探査ミッションダヴィンチプラスに言及した上で、将来の探査によって金星大気中のガスやエアロゾルの組成が解明されることに期待を寄せています。ソラエ記事より引用。いにしえより宇宙人の存在と思われる事案が多く遺跡に記されてきましたが、火星の水を解析することによって多くの謎が解けるかもしれませんと先日の動画でお伝えしましたが、金星に存在するかもしれない微生物からも目は離せませんね。水や微生物には不思議な力があると高島博士は考え、バイオ工学の観点から富士山の地下の湧き水と様々な環境に生息する微生物の生態系の研究を続けております。火星や金星を調査することで、科学の針が一気に進むかもしれません。そして我々は、恵まれた環境の地球を後世に伝えていかねばならない使命があります。高島博士は、環境問題を微生物と宇宙からのエントロピーで地球の浄化を目指しています。我々人類は、壊してきた環境を健全化することが責務です。高島博士は、地球の起死回生という大きな目標を掲げこの状況にバイオ生物工学という分野で、日々戦っておられます。地球環境を微生物と酵素、そして宇宙からのエントロピーで地球環境の調和を取り戻す研究をいたしております。皆様も COVID-19 の流行で微生物や、
ウイルスがどれだけ脅威となるかをご理解できたと思います。しかし、その逆もあるということです。微生物やウイルスが自然環境や生物内の環境を好循環に導くことも多く存在するのです。その最先端のバイオ工学が、EMBC 複合発光技術です。本来共存し得なかった微生物の種族を、共存、共生させることに成功し他の微生物を攻撃するような悪性ウイルスや細菌、有毒性物質をも協調性を持ったものに、生まれ変わらせていくという夢のような研究です。微生物やウイルスという目に見えない世界の分野で、未だに解明されていない部分が多くあり、その全容は未知数です。我々エコロジーサービスは、現時点で最高とも言えるバイオ酵素水を、高島博士の元製造に成功いたしました。我々の携わる、EMBC 複合発光という科学は組成回帰の科学という理念を原点に、自然に全ての生き物に、そして人類の繁栄にいい環境を作るというウィンウィンの関係を構築する、起死回生の科学なのです。この研究で生まれた起源酵素は、新バイオ技術で製造された酵素入りバイオ飲料です。もちろん土壌改善にも使用できますし、ゴミなどの無害化にも使えます。そしてそこから排出される排水の浄化も行えるという夢のような研究です。微生物と酵素の作用で体内の環境を改善させ、病気、ウイルスに強い健康的な生活を送れることも解明されています。起源酵素は、11種類の天然素材と霊峰富士の地下から湧き出たきめ細やかな湧き水で作られており、体に害をなす材料や添加物は一切使用しておりません。最後に、皆様にとってもお得なキャンペーンをお伝えできることになりました。昨年末より、全国販売を開始した記念として全商品 30% オフのスペシャルプライスにて、現在販売しております。よろしかったらこのお得な期間に、起源酵素をお試しください。よろしくお願いいたします。この起源酵素を、当社では販売しております。お問い合わせは、エコロジーサービス電話 092-407-3604 までよろしくお願いいたします。チャンネル概要欄にリンク貼り付けておりますので、ご興味のある方は、ホームページも覗いてみてくださいね。この動画にご興味があれば、チャンネル登録と高評価をつけていただけると、励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。カットできる部分です。